あ、謎の電話がかかってきたぞ。誰だ？お前じゃねえか、二神。もしもし、ピーマンか？すまない、あの店だが閉店することになった。去年始めたばっかじゃないの。俺も何回か店通ったんだけどね。早くない？どんだけ商売の才能ないねん、お前。お金を貸してくれたピーマンには申し訳ないが、お金は返せそうにない。俺もしばらく自分を見つめ直したい。本当に申し訳ない。いやいや、自分を見つめ直したいってどこ行くつもりだよ、お前。裏社会に行くつもりじゃねえだろうな。大抵そのパターンが多いからね、今問題になってるよね。こんなやつとはもう関わりを持たない方がいいかもしれない。俺にもちょっと火花が散ってくるかもしれないよ。早すぎるね、閉店するにしては。これもうちょっと通ってたら違う展開になっていたってことなのかしらね。まあ絵はあいつのことなんてどうでもね。俺は新時代のホームラン王を目指してる。二神がどうのこうの興味ないね。との戦いが一通り一巡してですね、現在の成績で見ていくと15試合で打率は2割5分で、その中ホームランをすでに9本打ってるというね、やばいペースで今ホームランを量産してます。これこのままいけば余裕の月間10本到達しますよ。そうなったらこのワイライフでは初になりますからね。で OPS で見ると10割台というね、とんでもない記録を残している。いやマジでもうこの4月止まることなくこのまま打ち続けて、まあ、月間10本どころじゃないですね。場合によっちゃ20本、そうなれば月間 MVP だって十分にありえますからね。最近5試合では21打数の6安打で全部ホームランっていうね、最近の記録ではこんな感じですよ。現在2試合続けてマルチホームランを記録中という、もう打てばホームランにしかなってないですね。連続して打つことが多い。で能力の部分にも変動がありました。ようやくパワーが B 到達したので、まあ、そこもこの4月の月間9本ここまでに繋がってるんじゃないでしょうかね。とりあえずまだまだ4月の試合はありますので、その中でまずマイライフ初の月間10本本塁打っていうものを達成して、でその先も積み重ねていきたいですね。これから始まるはヤクルト3連戦打ってくで。相手ピッチャーは小川、まあ打ちづらい相手ですけどね、打たなきゃ。ほんで村上が5番に入ってますね。この前ライフ、そういや村上ってあんまピックアップしたことなかったな。能力現在どんな感じで、これまでどんな成績を残してきたんだろうね、気になるね。この世代の、まあ、村上しかり、安田しかり、そして清宮しかり、あんま見ることないですよね、この前ライフ。どうなんでしょうか。まずはこの打席の前に村上の現在の能力という部分で見ていくと、こんな感じですね。パワーは B の76、初期は71だったんですけど、そこから5上がってる。ミート能力に関しても上がってるのがたったのに、あれかなり伸び悩んでない君。ほんで打率は3割3分3厘、ホームランはまだ今季1本もないですね。打点は2打点、なんかあんま使われてない感じがするね。まあ、大したことね、能力の時点でも今んとこ俺の方が上じゃないですか。まあ、タイプは似たようなタイプだと思いますけどね。ホームランが取り柄というか、率は低いけど、俺の場合は率2割5分と最低限あって、ここまで月間9本積み重ねて OPS 10割台。格の違いがあるでしょ。俺の方が上やで。村上なんて敵じゃないですね。新時代のホームラン王を目指してるんだから、敵と思ったこともなければ、これからも思うことはないですね。立ちはだかる壁になることは一切ないと言っておきましょう。さあこの試合の1試合目でね、もう月間10本達成したい。あ、どうだ、嫌がりすぎだな、このパターンは。ダメダメダメ、もっと矢のように観客に突き刺すような打球を打たないとね。あくまでも表現だよ。本当に突き刺してぶち当てたら大問題になりますからね。やめましょう。得点圏です。あーでどうだ、このバッティングうまいな。エース、まあいいでしょう。ホームランが一番いい結果ですけども、
今季というのはヒットという部分でもしっかりと打ってきた、あと打点とかね、まあ、現在も打順7番で使われてますけども、まあ、1年間フルで立つのであれば打点の部分もキャリアハイ更新するのはこれ義務なことだと思うのでね、まあ、ペース的には余裕で打点にしろ本塁打にしろキャリアハイ更新ペースで今打ってますからね、やばいよ今季の俺は、もうすでにトップになってるかもしれないな。現時点で多分俺が本塁打王だと思うんだよね。俺以上に打ってるやつなんていないでしょう。いたらおかしいな問題だぜ。ちょっとそこ確認していきましょう。こちらになりますね。やはり僕が現在セリーグの本塁打王、その下に横浜の新助っ人ローレンツという選手がいますね。6本で、その下に鈴木誠也、外と並んでますけども、差は大きいですから。パリーグで見ていくと、わーお、ゲイルという謎の選手、能力高いっすね。日ハムの選手がここまで月間8本を記録している。まあ1本差でこっちが勝ってはいるんですけども、いやどうだろうね、最終的に4月どっちの方がホームランを打てるか注目ですね。で、現在の首位打者で見ていくと、大谷翔平の4割4分1厘で、ここまで3本塁打19打点というね、投手ではここまで1勝しか挙げられず防御率はあれですけども、ただ野手ではやばい、盗塁に関してはもうこうしてますからね、リーグ最強のバッターとなってますね。相変わらずすごいですね。でもお前じゃのうって、今回特に4月の主役は俺だからね、お前に月間 MVP を明け渡すようなまでは絶対にしないから俺が奪ってみせる。まあそのために何度も言うように早々と月間10本を打って、まあ、そこは意識する数字ではないですからね。でその後もっともっと積み重ねていかないとダメだ。今日のピッチャーは高梨ですね。まあこれも別になんてことない、印象としても全くない投手ですから、そんな投手から打つのはたやすいこと。すぐ出しましょう、すぐ出ましょう。さあ来い。第1打席目、ランナーはいないこのシチュエーション、月間10本出るかと期待されたところゲッツー打っちゃった。まあここはご愛嬌、ホームラン打つ分ゲッツーも多いのが俺なんでね。まあこの先50本のホームランを打つ時っていうのも来るでしょう、いずれはね。そうなった時多分ね、併殺打も50個近くある、まあ場合によっちゃ50を超えてる可能性もありますからね。ホームラン打ったらゲッツー打つし、ゲッツー打ったらホームラン打つ男なのでね。じゃあその話で言うと、この打席出るんじゃないですか。ゲッツー打った直後の俺のホームラン打率は異常だよ、めっちゃ高いよ、前世紀のバレンティンより打つ確率は高いですからね。ここで打てなきゃただのクソだよね、あの併殺だがただのクソとかしてしまう、ご愛嬌とはならないよ、全然可愛くもね、気持ち悪いわ。ちょっと待ってください、全然打てずに月間10本を目の前に、おっと足踏みが続いてたと思ってたが、はい大丈夫、逆方向に突き刺して月間10本、今季10本早くも到達、逆方向ですよ、見たかあの弾丸ライナー。マジで俺の打席はもう観客ヘルメットを義務付けないとね、どこにいたとしても、内野だけじゃなくて外野もね、この打球スピード当たったらあかんやろ、当たっとるやないか思いきし、でもワロトールはまあええわ、ワロってくれてるのであればね。はい、チームは2対1で勝利、アンド、いや気持ちよく打つことができましたね。さあヤクルト戦まだ試合は続いていきますのでね、今日の先発は風張、そいつからも打って2試合連続のホームランを記録する。これねまだ試合4月半分以上残ってるんだよね、月間20本塁打っていうのも十分にあり得るんじゃないかな。いやマジの話ね、ちょっとそこも狙ってみよう、ペース的には十分届く、すごくない、最初の1ヶ月だけで20本って、そんなやつなかなかいないと思うんだよね。まあ大抵これまでね50本とか打ってきた選手しかり、バレンティンとかね歴代最多ホームランを打った選手っていうのは大抵やっぱ7月とか夏の時期に稼ぐと思うんだよね、投手が疲れるね。ただ俺は4月から打っている、この打球もあと一伸びあればホームランでしたね。まあしかしヒット、それもツーベースで長打いただきでやんす。いやこの時期にこれだけ打ってたら、じゃあその7月8月どれだけ打てるのっていう話だよな。まあそれはもう家庭の話でしかないですからね、今言ってもたられば話なんだけど、まあ、これだけ打つのであればとんでもないビッグウェーブ来そうですね。その波に乗ってなんならマイライフ4年目にしてシーズン本塁打記録更新もあるかもね。2試合連続そして逆転のツーランホームラン、止まらない、止められない、止まるつもりは
ございません。今季11号月間11本、この時点で月間 MVP 確定とは言えないんですよね。野手大谷翔平がいてそれ以外の選手もおるからね、ホームランで決まるものではない。まあでも俺の場合はね、まあもちろん11本のホームランも打ってるんで打点もしっかりとありますからね。率だな問題は。月間 MVP っていうのは率の部分で選ばれる率が高いのでね、そこをもっと上げていこう。そしてこの満塁のシチュエーションもしっかりと打って、はい、また打点つきいただきました。圧倒的やね、プロとプロの対決じゃないよ、一方的で圧倒的。お、三塁流れればサイクルだね。ちょっと狙ってみようかな、絶対ありえないですけど。どうだ、右中間落ちれば、落ちたね、走るよ、ここは強引にでも走ってやる。え、なんで止まっとんねお前。おお、嘘だろ、いや走れよ、誰だよ、容体感か。いや止まるのが当たり前ですけどもね。今ランナーいなければちょっと個人的に狙っていこうと思ったんですけども、ただこの場合ね、相手の送球間に三塁に行ったとしてもミスとか絡んでそれ三塁打にならないからね、まあ、結局やっぱ無理ですよまあええわ、今日の試合大活躍で本日4安打じゃないのこれですよね。本日は5打数4安打1ホーマー3打点という4安打がまずマイライフ初ですよ。まあその中ね、お見事な活躍できましたから、サイクルリーチもかけましたしね。でもほんと止まらないね、止まらない時代で胸張ってホームラン打ち続けてます。これを今後も続けていきます。これから中日戦が始まりますね。今季まだダルビッシュとは対決してないので、もしかしたらこの流れであるかもしれない。そしてこの流れならばダルビッシュからも打てるかもしれないね。昨年は、まあ、対決機会は多かったです。10打席以上戦いましたけども、ホームランという点に関しては1本も打てなかった。まあ、ヒットに関しては打ってるんで対打率は3割近いものがあるとは思いますけどもね。今季はホームランを打つ、今のこの流れもあるのでね、最高。まずは小笠原ですね。でもローテ的に必ず次の試合ダルビッシュが来るのは分かってますから、来いよ、逃げるなよダルビッシュ、打ってやる、炎上させてやる、バリバリに燃えとるぞ俺の心はな。まあその前に小笠原打たんと話にならんからね。調子のいい俺なんだが、まずはセンターフライ、まあええよええよ、ええことないけど、まあええよ、次打つから。いやもう今はもうどの打席でも打てそうですね。ほらー、もうこれ、あ、これ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 12本目ですか。あ、そう、これ待って、4月中に昨年のキャリアハイ更新もあるんちゃうか。いやマジでなんなんだよ、ほんと自分の手で打ってんのか、やばいね。これはもう松井秀喜との練習によってのこれなんでしょうかね。だとしたら松井秀喜のそのコーチ能力、教える能力どんだけすごいねんっていうね。まあヤンキースでジャッジを覚醒した男なんて言われてるとは思うんですけど、いやもう本当嘘ではなかったですね。ジャッジも覚醒させ、そしてこんな俺までも覚醒させたからね。いや今後も松井秀喜との練習っていうのはもちろんしていきます。さらなる大物を狙ってるんでね、いろいろと教えてもらわないと。もう一本、いやー広い名古屋ドームなんでね、ほらもう、何度も見た光景だ、嫌な光景やね。まあいい、チームは5対4で勝利。そして先ほどのホームランで3試合連続のホームランを記録することになりました。ここ6試合で見るのであれば、6試合の中で6本打ってるっていうね、6本5本でしょうか。いやーやばいっすね。でも止まる気ないっすから、まだまだ打ちます。そしてこの流れで迎えるはまた中日戦、ダルビッシュとの対決来ましたね、今季初対決。さあダルビッシュからホームランを打って月間13本目、かつ初ホームランなるか、なるかじゃねえよ、打つよ、昨年打てなかった分打つよ。いや今のピーマンの言葉は重いでしょね、本当に打てそうな感じするでしょ、見てて結果として出すから。ちなみに対成績で見ていくと、あれ3割近い打率あると思ったんだけどな、1割8分2厘、
おかしいな、まあ抑えられてますね。ということはピーマン嘘ついたってことだね。さっき3割近く打ってる言ったのね。思いっきし嘘でした。申し訳ない。まあ打つから。ここで打つから。結果3割置いてみたら3割あると思うよ。ただね、絶好調は終わりました。この試合から好調なので、ちょっとそのタイミングの悪さもちょっと悪いような気がするんですけどね。とはいえどそこは別に関係ない。うん、逃げたね。そら月間12本も打ってるのであれば逃げるような。ダルビッシュもお年だしね。若い頃のダルビッシュならギラギラしてたと思うんですけどね。現在の防御率見ます？ 5.96。 昨シーズンは活躍してタイトルも取ってましたよ、ダルビッシュ。ただもう力はないか。いや、赤徳の割にはできすぎだったんだよ、昨シーズンの活躍は。本来の力はこんな感じ。もうおっさんですからね、ダルビッシュも。そらこうなるわな。悲しいけど時の流れってこんな感じ。さあ打たせろ。フルカウント。勝負の一球は武器のスライダーか。あー、ボールだー。もうそこ振りに行ってたらあかんわな。まだダルビッシュからのホームランはないですよ。それどころかチームは抑えられてるじゃん、完璧に。え、7回まで来てまだダルビッシュ投げてるんですけど、嘘でしょ。言ったよ、もうかつての力はないおっさんだからって。散々ディスった挙句抑えられんの、チームともに。俺もかっこ悪い。それすごいかっこ悪い話だよね。うわー、捉えた感じはしたんだけど正面ついてた。結果ダルビッシュから打てず終わるか。いや、最後チャンス来てまだダルビッシュは投げてるか。投げてますね。このままいけばダルビッシュ今季初完封ですよ。それを阻止するのは俺の役目。散々言った挙句抑えられるのはダサいから最後打ってやる。完封だけでも阻止してやりたいが2ストライク。ダートだ、抜けてく。どうだ、完封は阻止できてないな。この後のバッター次第打つか。あい、打たない。結局ダルビッシュに完封食らっての負けっていうね。俺もホームラン打てなかったし、最後もボテボテのヒット。やっぱダルビッシュにはかなわないのかな。まだまだ力はあるのかな。ちょっと待って、今日ネオくんホームラン打ってんじゃん、今季第1号。わーお。それでいてダルビッシュ完封勝利で今季初勝利ですからね。これは衝撃的な展開。ネオくんは途中で出場して代打でツーランホームランを打ったんだね。かあ、衝撃的な一撃だな。そういや、ネオアキラに今マイライフあまり注目してなかったからね。今現在どんな能力で、そしてこれまでプロでの実績はどんな感じなのか、まあ、気になりますから見ていきましょう。こちらが現在のネオアキラの能力になります。もともとの能力がこれなんですけど、そこからパワー、ミート、まあ、走力をはじめ守備能力っていうのも全て、上がってますね。まあ、だいぶ力はついてきたと言えますよ、で特殊能力もこんな感じ。そして年度別成績で見ていくと、1年目の2019年はデビューしてないですね。ただその次の年にデビューして2割2分6厘で、ホームランは0本で、昨年ですね、2021年は2割1分4厘で、プロ初本塁打は3年目シーズンに打ってるんですね。で、先ほどのホームランはプロ通算2本目のホームランということで、いや、まあそこには驚きましたけども、ただ能力的な驚き、あと実績の驚きっていうのはない。むしろ活躍してないことを悪い意味で驚いてますね。どうしたの、あれだけね、おいおい有望な選手が入ってきたぜって中日ファンは喜んでいたのにもかかわらず、初戦はこの程度。俺のプロの実績と比較したらもう天と地ほどの差がありますからね。現在ピーマンの実績で見ていくとこれ、そして今季はもうすでに12本のホームランを打ってる。どっちの方が優秀か、どっちの方が上か下か、明確に能力の部分でもはっきりと分かれてると思いますね。別に俺的に意識する相手ではございません。俺はもっと高みを目指しているネオアキラという人物は僕の視界には入ってこないんで、どうでもいい話だね。興味のない選手の話はここまでにして、次の試合でまた打てるように頑張りましょう。で、まあネオ君である程度ならその他藤原とかね、小園とかも大したことないでしょう。まあ、大したことないから僕もこのマイライフであまり興味を持たないというか、確認することなかったんですけどね。大したことあったらそりゃ意識してみますよ。ネタにもなるしね。あの3人ネタにもならないひどさじゃないですか。だから興味ないの。いきなりランナー満塁で回ってきましたよ。ネオアキラのことは忘れてこの満塁で打つことだけ考えましょう。
しい判定。最悪のやつやね。ここで打ってモノホン。どうした？絶好調から好調になったことによって明らかになんか落ちてるような気がするんだが、また満塁2打席続けて、こうも続くことはないよ。まあ、さっきの分を取り返すためにはちょうどいい機会ですね、ここは。簡単に追い込まれたけどね、さっきと同じ。あー、で、さっきと同じ。この場合はゲッツー。わーお。調子良かった流れで何してる？月間12本記録した男とは思えないクソっぷり。まあでも、さっき言った通り、この流れで言うのであれば、ね、出るんじゃないですか、一撃がね。楽観的ですよ。まあ、過去そうやって出してきたし、この動画も同じように出したしね。ひねり出すよ、ここで、この現場で。ほら言ったじゃーん、この打球は。はい、名古屋ドームの高いフェンスに阻止される。もうほんとさ、やろうよ、改善回収しようよ。中日の絵師も散々文句言ってたでしょ、なんかインタビューかなんかでね。絶対にやった方がいい。ひねたに関してはぶっちゃけ言います、この球場では野手は育たないっていうことははっきりと言ってたからね。インタビューで見ました、僕も。助っ人選手ですら言ってたからね。ビシエドとかも文句言ってた。いい加減にしようぜ、マジで。なんでこの球場は本当にもう。ま、わ、俺は打てるから。球場を言い訳にしませんよ。飛距離 150m の特大の今季13本かつ月間13本目。初戦ね、球場によって成績が変わる、バッティングが変わるようなやつはそれまでってことですよ。聞いとるか、中日の野手ども。これがモノホンの野手やね、ホームランバッターやね。いや、もうこの一撃見たらね、これまで自分たちが言い訳してきたことがすごく恥ずかしいんじゃない。完璧、あわや看板直撃っていうね。おほほ、また来て、またチャンス。打率も3割あるよ、もう打ちすぎて怖いわ。この先どんな反動が待っているんだ。すごい怖くなってきましたね。もう絵は今日はもうここまでにしときましょう。いや、何かね、反動によって上げた分倍落とす、5倍6倍落として終わってみればみたいなことも。ちょっと怖いですね、ここまで不自然と打ちすぎたら。松井秀喜と特訓したことはもちろん影響もあるんだろうけども、出すぎじゃねえ。魔法かかったレベルで打ってるじゃないですか。もう今ただただ怖いです。ホームランを打つ喜びというよりか、打つ怖さ、打てる怖さ、なぜ打てるのか、なんか謎の恐怖感で戦ってますね、今の僕は。今回のマイライフ実況はここで一区切り打ちたいと思います。次回の動画でまた4月の残る戦いっていうのをプレイして、そしてその中、月間 MVP を取ることができるのかという部分に注目してご視聴してくださると嬉しいです。最後に現在の成績、リーグランキングを確認していきます。現在は21試合に出場して打率は3割0分3厘というね。まあもちろん21試合程度であれば能力関係なく3割打つことはできますけども、ただシーズン開幕の頃の僕がね、こんな率を残すことっていうのは正直予想はしてませんでした。まあ予想をはるかに裏切るじゃないですけど、上回る活躍をできてますね、打率から。で、ホームランでは13本、今年はね、昨年の26本を更新するために頑張ってますけど、もう半分到達したよね。で、残すまだまだ試合がある中、あと14本打てば、もうマイライフ5年目を続けられるのは確かになりますから、もう悠々にいけるんじゃないですか、何の苦戦もなくね。まあ、27本程度で終わるつもりもないですけどね。で、現在は OPS11 割、長打率は8割4分2と、もうかなり異次元な成績を残してますね。で、現在の本塁打ランキングというものを確認していくと、まあ、依然大谷が首位打者なんですね。なるほど、わかりました。そこは置いといて、もうダントツですね。あ、おー、で、大谷さんもちょっとやばくないですか？月間8本記録してるんですけど、おい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 。もしかしたら抜かれる？残る戦いの中でね。で、この人、投手もやってるんだよ。なんなんだよ。率はわかる。本塁打に関してね、あんた打たないで。俺のなんかお株を奪わないで。そこを奪われたら俺もう何もないからね。何もない人となりますから。ちょっとね、まあまだ差はあります。5本差ありますけども、大谷も大谷でやばいペースで打ってますね、ここまで。
まあ、それを上回るペースで打ってるのも事実ですね。パリーグで見ていくと、まあ、先ほど確認した時と変わらないですね。ゲイルという選手がトップ。なので今両リーグ最速で2桁を記録し、両リーグ最多のホームランを打ってるのは俺、そこは間違いない点なので、まあ、先ほども言った通り4月の戦いまだまだ続いていきます。その中で、まあ、見る限り大谷翔平とは月間 MVP を競い合うことは間違いなくあると思いますので、月間 MVP を次回受賞できるように頑張りたいと思いますので、次回の動画お楽しみに。グググググバイ、またおう。